京の台所錦市場でお買い物プロのおすすめ。今回はおしゃれな和食器がこういろいろ揃っているクラウデコさんに伺いました。さあ季節のものいろいろあるんですが、早速お話を伺いましょう。こんにちは。こんにちは。いつもありがとうございます。はい、藤野明子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうだいぶこう朝晩朝夕涼しくなってまいりましたが、そうでしたね、どうでしょうか。このクラウデコさんも季節に応じてこうちょっとこう品揃えを変えていく、先取りするっていう感じがあるかなと思うんですが、はい、さあ今日のおすすめどんなものがあるでしょうか。そうですね、今年この秋からまたサンマザラが入ってきました。サンマザラと言いますとどのようなものでしょうか。こういった、はい、ちょっと長めですね。そうですね、やっぱ 約10センチ近くあって、どの大きさの大ぶりのサンマでもちょっとは乗るようになっています。そうですか。これ30センチもあるんですね。そうですね、大体28、29、30センチぐらいの長さで取り揃えてまして。あ、そうですか。やっぱり新物は大きいものが多いので、はい、それでもちゃんとこう余裕で乗るようなサイズ感で。知りませんでした。いや、これこう店頭にあるのを見ると30センチもあるようには見えないんですが、そうなんです。意外とね、20、30ぐらいは。でもそう言われたらやっぱりそうかもしれませんね、はい、そうですね、はい、こうちゃんと季節を先取りしたサンマザラ、それから、これからこう秋らしくなってくると思うんですけれども、はいね、何がおすすめでしょうか。お米もやっぱ美味しくなって新米も出てくるの で、ね、やっぱお茶碗類が結構豊富に、はい、で栗ご飯炊いていただいたり、炊き込みご飯とか、またキノコのたくさん入ったご飯とかでも美味しいので、はい、そのも美味しくいただけるように。あ、そうですか、はい、まあ、そういう、こうちょっとした一工夫のご飯をするときは、器も変えた方が美味しく感じますね。そうですね、昔から夏茶碗と冬茶碗ってやっぱあって。あるんですか。ありますね。知りませんでした。夏はやっぱちょっとすっきりした白磁とか青磁のお茶碗で、冬場はちょっとこう形の方も丸い感じになったりとか。そうなんですか。温かみのあるという、はい、そうですね、まあ、そういう、こう具材のある、そうです、ね、まあ、ご飯物もあるなって意識したということですね。そうですね、そういう感じでまたこう取り揃えてまた書いていただいたら面白いかと思います。藤野さんお料理上手なんじゃないかなって。いや全然そんなことないです。お見受けしました。いえいえいえ、はい、ありがとうございました。またよかったら見に来てください。はい。